こんにちは、えのき商店です。今日はボーモア26年ウィンナーズトリロジーをご紹介いたします。こちらはですね、ボーモアのワインダル熟成3部作ウィンナーズトリロジーというシリーズがあるんですけれども、その3部作のうちの1つになります。でね、他はですね18年のものと、こちら26年と27年のものがあって、それぞれね使ってるワインの樽が違ってきます。で、こちらの26年はですね、赤ワインの樽で仕込んだものとなっております。ですね、バーボン樽で13年熟成させた後、同じように赤ワインの樽で13年熟成させたものがこちらになっております。味わいとかね、香りがね、こちらねパッケージに書いてあるんですよ。読み上げますね。ですね、多くのスパイス、そしてスモークさとソルティーなので塩っ気ですかね、あとダークチョコレートという感じになっております。色もやっぱワイン使ってるので、いつものねボーモアより濃いなという感じがしますね。結構ねアルコール度数が高いので、美味しくパンチが効いた感じで美味しくいただけるかなと思います。あとね、箱紹介しておこう。箱ね、この横からこうカパッと開くようになります。で、結構ねちょっと今片手でやってるので開けにくいんですけれども、ここ引っ張ってくださいね。で、開けるようになってて、中ねスポンジ状になってます。この中にねボーモアが入っております。箱もね、なんかよくわかんないですけど、割と重いです。なんでだろう。はい、ということでね、倒れにくいということでね、重さがあることで、こちらのボーモアギフトにもいいかなと思います。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。